実はですね、今回、この前ご紹介したバッファローの Wi-Fi 無線 LAN ルーター WHR-1166DHP4 こちらですね。こちらをですね、返却することにしました。理由は、これからお話ししようと思うんですけれども、 えっと、せっかく Amazon プライム例で、えー、安く買えたのに、えー、返却しなくちゃいけないっていうのはちょっと残念なんですよね。で、これは実際にですね、えっ、ー、と、動かすまでもちょっと大変でして、えっ、ー、と、舐めてたんですけども、うん、結構初期設定でもトラブりました。あの、私、あの、 無線乱 n ルーターに特別詳しいわけではないですけども、こういうデジボの機器ですね。えっ、ー、と、自分では扱い慣れてると思ってるんで、そんなにね、苦労したことはないんですけども、今回はちょっと、繋がるまでに少し時間かかりました。えっ、ー、とですね。えっ、ー、と、セットアップでのトラブル。まずセットアップでのトラブルですね。えっ、ー、と、インターネットに繋げるところなんですけども、えっ、ー、と、インターネットに繋がるのは、えー うーんスマホからあーセットアップして、えーまあ、アプリはダウンロードするんですけど、アプリをダウンロードして、それで、えー、とスマホに、スマホ,、えー、とスマホで、えー、セットアップさせるんですけども、インターネットにはですね、すぐにつながりました。あ簡単だなと思ったんですけども、なぜかですね、えー、とセットアップ画面、あの設定画面ですね。 えっと、いろんな設定をする画面に入れなかったんですね。で、いろいろ試したんですけども、まあ、スマホで試してダメだったんで、えっと、iPad とかデスクトップからも試したんですけど、なぜか入れないんですよね。それでしょうがないんで、また、あの、モデムの方を工場出荷状態に初期化して、再度初期設定をして、えー、やっとですね、あの、設定画面、設定画面に入れるようになったんですね。 で、えっ、ー、と、デスクトップとスマホとタブレットをそれぞれインターネットに接続することができるようになりました。これでめでたしめでたしなんですけども、しばらくですね、動かしてるとですね、えっ、ー、と、インターネットでホームページを見ていると、うん、リンクをクリックしても反応が全然ないんですね。あれおかしいな、なんでかなぁと思ったんですけども、まあしばらくすると、また動くようになったり、あと、 ルーターの方ですね。あの、設定を、まあ、えー、何かいじって、えー、再起動させたりとか、すると動くんですよ。だから、なんかルーターがちょっとおかしいなーっていう感じだったんですね。でもまあ、うん、たまたまかなと思ってそれを流してたんですけども、もう一つですね、おかしなことがあって、えっ、ー、と、iPad のシリですね。えっ、ー、と、話しかけると、いろいろ答えてくれるんですね。例えば、 ちょっとや試しにやってみますけども。ヘイシリー、富士山の高さを教えて。ちょっと今反応はちょっと遅かったんですけども。えっ、ー、とブルー あの、新しいですね、えっ、ー、と、無線ランルーターでやったときに、この反応がですね、もっと今よ、今よりもずっと遅くてですね、あれ動いてんのかなっていう感じだったんですよ。で、初め原因がわかんなくて、えっ、ー、と、iPad の方の何か不具合かなと思ったんですね。で、えっ、ー、と、ソフトウェアのアップデートを見たら一応最新の状態になっているし、えっ、ー、と、 一回電源を落として、えー、また立ち上げてからも、あの、全然症状が変わらなかったんで、なぜかなと思ったんですけど、よくよく調べると、やっぱりですね、あのー、通信速度が遅くなってる。まぁ、あ、繋がって、インターネットにつながってないわけじゃないんだけど、通信速度が異常に遅くなってる。みたいなんですよね。で、これがですね、何回か起きました。あともう一つ問題として起きたのが、えっ、ー、と、無線の方なんですけども、 えっと、5ギガの方につないだデバイスはちゃんとインタ,インターネットに、えー、接続できてるんですけども、なぜか2.4ギガの方のお、につなげた、あの、機器が動かなくなる現象が生じてたんですね。で、原因をですね、調べたら、どうやら無線ルーターの方から2.4ギガヘルスの信号が出てないみたいなんですよ。で、あの、設定の方で何か、あの、間違ってるのかなと思って設定の方を見たら、 2.4GHz と 5GHz の両方とも有効になってるんですね。で、これもですね、やはり、えっ、ー、と、本体を再起動させると、ちゃんと 2.4GHz の信号が出るようになったんですよ。で、このようなトラブルが、うん、ここ1日2日の間に何回、何度か起きるようになって、ちょっとこれはちょっとおかしいなということで、えー、このままだとまた将来的にも、うん、このような問題が起きてくるんじゃないかなと思って、えっ、ー、と、返金をすることにしました。 えっと、返品の作業なんですけど、返品の作業は、えっと、アマゾンのホームページに行って、え注文履歴にアクセスして、えっと、注文履歴の方から、えっと商品の返品っていうタブがあるんで、そこをクリックして行います。で、実際にですね、えっと、こちらが返品する時の手順が書かれた、 あものですね。で、え、あの、返品の送付先は、アマゾンの市川の方にある専用の、あの、返送先があるんで、こちらに返送することになります。で、今回は、不具合のために返品するという形を取りますので、えー、金額の方はクレジットカードの方に、えー、返金されるというふうに言われました。 で、えー、これからですね、発送するために、えー、作業に入ろうかなと思ってるんで、梱包と、あとは、こちらは、まあ、u パックですね。u パックで着払いなんですけど、着払いで、これを使って繰り返そうと思ってます。でですね、今回なぜこんな状態に落ちたのか、ちょっとわからないんですけども、まあ、あのー、いろいろですね、あのー、この、 無線ルーターについていろいろ調べてみるとですね、えっ、ー、と、バッファローだけじゃなくて、他のメーカーいろいろあると思うんですけど、無線ランのメーカーがあるんです。無線ランルーターのメーカーがあると思うんですけど、どこのメーカーの商品もですね、やはりですね、同じような問題が生じるみたいなんですね。ちょっと理由がですね、いまいち明確じゃないんですけど、やっぱり時間が経ってくると、そういうことが、 起きてしまうと。まあ、あの、バファローインアレと NEC とか TP リンク、エレコム、IO データ、ネットギア、ああ、エーサス、ええー、ウェブリンクとか、ああ、シノロジーとか、プラネックスとか、結構いろんな、あの、メーカーがあるんだよね。無線のランルーターって。しかし、どこのメーカーの商品でも、何パーセントかの人は、 えー、つながんないとか、あの、おかしくなったとか、そういう症状を訴える人が必ず出てくるんですよね。で、なぜかなと思ったんですけど、やっぱり、その環境が一番かなっていうのもあるし、あともう一つはまあ、使い方ですよね。使い方もあるだろうし、まあ、いろんな理由があるんですよ、うん、そういう問題があると。で、あの、メーカーの人たちは、ちょっとどういうふうにそれに対応しているかわかんないですけど、一応サポートとかは、 ね、あの、どのメーカーさんでも用意されてるとは思うんですけれども、うん、サポートがやはり今、やはり人員不足とかのかもあっ繋がりにくいのもあるし、私も、あの、電話して聞くっていうことも、まあ、あの、方法としてはあったんですけども、まあ、 えー、動かしたのは土日だったんで、多分サポートも混んでるだろうし、私はあえて何もしませんでした。で、自分,自分で解決するためにインターネットにあ、ね、インターネットでググったりして調べたんですけど、あとはマニュアルですね、マニュアルを落として調べてみたりとかしたんですけども、あとは、 えっと、一般の人が実際に動かしてトラブルが生じた時の方法とか、そういうのを見たんですけども、やはりですね、決定的な方法っていうのはなかなかないなーっていうのが、えー、今私が思っていることです。で、 今ですね、これからどうしようかっていうことなんですけど、まあ、現状ですね、今ある無線乱ルーターを、とりあえずは使い続けていくしかないかなと思ってるんですけど、多分、使い続けてると、あの、途中でネットを、ネットにつながんなくなる症状が、まあ、今までも何回か起きてるんで、これからも起きると思うんですけども、その解決策として、えっ、ー、と、ある方が、えー、言ってた方法があるんですけども、それは、あの、 定期的にですね、えっ、ー、と、再起動させる。まあ、電源を切って入れるだけでもいいんですけど、そうすることによって安定して接続できるっていうふうに、えー、提唱されてる方がいたんですけど、あの実際に私もね、あのー、インターネットにつながらなくな、ながらなくなるとそういうことをしていたんで、確かにそれがいいなと思ったんですね。で、その方法として、えっ、ー、と、電源タイマーっていうのがあって、あの、電源をですね、えっ、ー、と、 での期間、あのある時間からある時間まで切るようなあのタイマ。大麻電源のタイマーがまあ、amazon とか。でもまあいろんなところでも売ってるんですけど、そういうのを利用することによって、えっ、ー、とルーターのですね。電源を定期的に切ってやれば、えっ、ー、と今のようなまあ、途中であのー、インターネットに繋がらないっていうような現象を回避できるのかなと思って、これからそれをやろうと思っています。 で、やった後に、まもし、あの、結果が出れば、あの、ご報告はしたいと思ってるんですけども、まあ、それで、うまくいくんじゃないか、っていう予想はしています。ただですね、あの、無線 n ルーター、まあ、これ、な、結構長く、まあ、何年ぐらい使ってるかな。うん、5年以上は使ってるんで、結局、無線 LAN ルーターも消耗品だと思いますんで、パソコンなんかともまあ、パソコンとかスマホと同じように。 なんで、いつかは買い替えないといけないんですけども、その時にどうしようかなっていうのがあるんで、まあ、えっ、ー、と、しばらくこれを使っている間に、えー、より良い,いものが、あ選べるようにちょっといろいろ勉強したいなと思っています。で、今回はですね、あの、えー、こちらのですね、えー、バッファローの汚染ランルーター、新しく購入したものなんですけども、えっ、ー、と、1日2日、 使っただけで、えー、返してしまうっていうようなご報告です。